まずはじめにかぼちゃですかぼちゃは種と綿を取ってくださいそして一口大に切っていきますかぼちゃを耐熱ボウルに入れて軽くラップをして600ワットで3分加熱していきます加熱が終わったので火傷に注意をしてラップを外しますできたら皮をむいてください皮がむけたら マッシャーカフォークで熱い位置につぶしてください白玉粉に塩そして先ほどのかぼちゃ水を少しずつ加えて耳たぶぐらいに練っていきますここが今日のポイントですお水を少しずつ加えていってください いっぺんに入れてしまうと、生地がゆるすぎたり硬すぎたりします。ゆるくなると形が作りにくくなるので、このように少しずつ加えながら加減を見て加えていきましょう。このようにひとまとまりになって耳たぶぐらいの硬さになったら、お団子状に丸めていきます。 きれいに丸めて、等分に分けられたら、これを茹でていきましょう。続いて、さつまいもです。さつまいもも、まずこのように輪切りにします。そして、皮をむいて、水につけておいてください。水につけたさつまいもを、大きかったら食べやすい大きさ、一口大に切ってください。 ふんわりとラップをかけて2分半加熱していきます加熱が終わりましたので注意をしてラップを取ってくださいそしてさつまいもも熱いうちにつぶしていきますもし固いようであればまた30秒ほど加熱していってくださいかぼちゃ団子と同じようにさつまいもの方にも軽く塩そして粗熱が取れたさつまいも 水を少しずつ加えて、よくこねていってください。このように耳たぶぐらいの硬さになったので、こちらのさつまいも団子の方も、かぼちゃ同様に丸めていきましょう。それでは茹でていきます。丸くした団子を少しだけつぶしてください。 後で顔を描いていくので、顔が描きやすくするためです。あとは火の通りが良くなります。かぼちゃとさつまいもも一緒に茹でていきましょう。浮いてきたら一分ほどしっかり茹でてください。引き上げて冷水にとっていきます。それでは盛り付けていきます。 器にきな粉、ゆであずきものせていきますここに先ほどゆでたお団子をのせていきます上からチョコペンで思い思いに顔を描いて楽しんでくださいハロウィンピックをさせば出来上がりです 二色の白玉団子が彩りよく、ハロウィンらしさが増します。チョコペンや飾りを使って、みんなで楽しく作れるので、ぜひお試しください。